はい、皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。ギタリストのヒカルでございます。本日もよろしくお願いいたします。はい本日はですね、サムネのにもありました通り、ラードネスのですね、1986の、中からギターソロで、禁じられた遊びのタッピングあると思うんですけど、それ以降のその後のタッピングのフレーズをですね、今日は、タブ譜にね、起こしましたので、そちらをご覧になっていただこうかなと思います。そしてね、気に入っていただけたら、チャンネル登録してもらえればですね、今後のタブ譜制作にあたってですね、意欲もすごく湧くので、できれば、チャンネル登録ね、して待っていてくれれば、今後タブをね制作する上で活力になるかなと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。ということでね、早速やっていきたいんですけど、タッピングはですね、コードからもちろん成り立っているわけなんですけども、はい、コードでいくとね、これなんですね。こっちのね、上に6弦の方に移動して、やってるわけですよ。コードをいわば簡単に言うとね、このコードをばらして、タッピングしてるわけですね。簡単に言うとこのコードですよね。タッピングに起こして、でそれにリズムを加えただけなんですよ。でリズムが、っていうリズムになります。これの繰り返しですね。これであとコードを移動してるだけなんですよ。スピードでやるからすごく難しいんですよね。私も拾ったばっかりで、正直手が馴染んでないんで、スピードではもう到底無理です。はい、感じで弾いてるんですけども、これをね、ギタープロ8を使ってタブ譜をね作りましたので、細かいところまではねちょっと記載してないです。ここが人差し指でとか、こっち右手の人差し指2本とかね、こういう表記はしてないので、ラードネスを多分やってる、演奏されてる方だったらね、多分もうすぐここが人差し指で、こっちが右手の人差し指で、でこっちが左手の人差し指2本で押さえるみたいなの多分わかると思うんで、そこの表現してないのでご了承ください。ということで、早速ね、私がちゃんと弾けないので、本物の音に合わせて、ギタープロ8でタブ譜に起こしましたので、ご覧ください。はい、いかがでしたでしょうかね。はい。やってみるとね、このスピードだとすごく難しくてですね、私も全然できないんですけども、はい。今回ね、多分これを好きな方ね、すごく多いと思ったので、今回ね、拾ってみました。
はい、で、まあ、今後もねすごく拾いたい楽曲ってねすごくあるんですけども、なかなかこう重い腰が上がらない状態なので、はい、まあ、よかったらですねチャンネル登録してもらえれば、ああやっぱりみんな好きなんだなと思ってね、期待に応えれるように、がっちりねタブ風に起こして、このような感じでね、今後も作り続けたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方で、ね、していただければ嬉しいかなと思います。はい、ということで、ぜひねチャレンジして皆さんアップしていただければすごく嬉しいかなと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。修行が足りないな、まだな。はい。